おはようございます。モテキ工作ミスラ研究所長令、今日は令和5年10月3日でございます。所沢市在住の皆様へご連絡がございまして、ご案内がございまして、今ですね、所沢市林小学校を本拠地にしております林レッドスネークスではですね、少年野球チームです。こちらではですね、現在こう体験チーム加入の希望者をね、募集しております。ぜひね、行っていただきたい、体験だけでも行っていただきたいということでご案内しておきます。この、平均再生回数10回前後のですね、絶大な影響力を持ったこの YouTube チャンネル、もしくはスタンド FM、 もしくはよくわかんないけど この発信でね、本当に所沢市の必要な人に届くのか、可能性はゼロではないということでね、一応じゃない、いや、こう全力でね、ご案内したいなと思います。林レッドスネークスさんはですね、僕は行ったこともないし、見たこともないんですけれども、絶対におすすめできるって、ここはね、お約束できるんですよ。まあ、理由はですね、一言、中村秀平というですね、コーチがいるからということですね。まあ、これはもう行くしかないと。体験だけでもぜひね、中村秀平コーチの、どんなチームとしてやっているのかっていうのは、なんだったら僕も一緒に行きたいです。行きたいんだけども、ぜひね、お近くなのであれば、ちょっと、ちらっと何かの帰りに寄ってみるぐらいでも、林小学校、ちょっと行ってみていただきたいんですよ。まあ、もちろんね、練習をやってる土日に体験で参加されても、絶対楽しいと思うんで。まあ、中村周平、なぜ僕がこれ、そのチームでの、野球の練習とか特に直接見てないのにこれだけ押せるかというとですね、あ、ユージンさん、おはようございます。理由は、中村周平を2年間見てきまして、私、ここだけはね、確実にどなたに対しても保証できるなんていうのは、これほど43歳で、向上心といいますか、あらゆる方向にこう自分を高めるという意志を持ったおじさんはいないよと おじさんって言っちゃうんだけど 中村秀平コーチはね、まあでも本当に、なんていうか、もちろん野球の知識、野球の指導方法、野球の、かつて自分がこう積み上げた技術ですよね。まあ、それはもちろんですよ。それは、全国にね、その野球の指導、野球の知識、野球の技術で素晴らしいコーチというのはたくさんいらっしゃると思うんですよ。なんだけど、おそらく野球の少年野球のコーチにとって、ね、少年少女たちが、野球をこう初めて体験して楽しいなって思って、その後もずっと続けていきたいなって思っていく上で、それだけなのかというとですね、周平さんはですね、もっと学ぶべきことがあるんじゃないかということに、もう無限に向上心を持ってるんですよね。食事健康から始まり、自分自身のこう体をもう一回鍛え直すみたいなことを、筋トレをね、毎朝5時半からやって、仕事前に一回仕上げてから出かけていくという毎日を送っている周平さんはですね、これ一丁こうまだまだ人間成長できるぞっていう大人の背中を見せれるコーチってね、そういないんじゃないかなと。だから指導法云々とかじゃないんですよ。チームから云々とかじゃないんです。だから、そういうコーチがいるチームに入ったら、子供だって何を言われるか、どんな練習方法をするかとかよりも、そこにいる大人がね、あんなに一生懸命、
まだ成長しようとしてるんですけどっていう背中見たら自然と成長しますよねっていう、そっちの方がね、俺はもう行く価値としては大きいんじゃないかなということですね。ぜひ所沢市に幸運にもお住まいだというね、少年少女の皆様がいらっしゃいましたら、林レッドセナ X ぜひ見に行っていただきたい と思っておりますというね、なんていうかこの 林レッドスネークスを僕は今とても推したいんだが、そしてそこにのコーチとして周平さんを応援するつもりで喋ってみたんだが、逆にうさんくさくなっちゃってたらごめんなさい 本当にすいません ただまあ本当に思ってんだけど、何分ねこういうこと普段しないものですから、なんて言うんですか、逆に押せば押すほどうさんくさくなっちゃうっていうのは、まあそこはね僕も感じてます。なんだったらだから最近控えるようにしてました。何かね、本当に自分が心からいいものがあるなと、いい人がいるなとか、いいチームがあるなと、推したいな、ぜひおすすめしたいなみたいな時に、僕ね結構昔からやっちゃうんですよ。こう熱くなって、絶対やった方がいいからって言って 絶対やった方がいいから、絶対買った方がいいからとかやっちゃうんだけど、やればやるほど毎回お前なんかその、なんていうのかな、布団屋に布団を売りつけられてるみたいな感じになるよっていうね、過分な評価を毎回いただいてしまうんですよ。過分な評価ってか褒められてないよね、どう考えても。いや、だから、これはだから逆にご迷惑をおかけしてしまうなと、おすすめしたい対象に対してね、っていうので、基本を抑えていたんですよ。なんだけど、いや、まあ、それは今回、周平さんの林レッドスネークスに関しても、そうなってしまう器具はなきにしもあらずなんですけども、ちょっとね、ただ年に1回ぐらいね抑えきれない日があるんですよ。ということで この平均視聴回数10回、チャンネル登録者数390人を誇るですね、この YouTube チャンネルの絶大な影響力をもってしてですね、所沢市民に届けと。いうことですね 中村周平コーチがいるから、林レッドスネックスはぜひ見に行ってほしいということでございます。まあ、そしてですね、まあ、これも、なんていうか、似たような話というか、昨日ね、寺石優子さんの、週末にですね、体力測定をやったら、還暦間際の実年齢にもかかわらず、体力年齢が20から24歳ぐらいですよっていう評定結果が出て、驚愕の事実が発覚したというね。で、まあ、それはすごいねっていう話でもあるし、それが本当に、なんていうの、ただすごいんじゃなくて、ゆかさんってさ、まあ、コーチングをやられてて、クライアントさんの個人生にコミットする、クライアントさんの人生をこういかによく、より良いものにするかっていうことに対して本気で考えてる、その一環として自分の体を鍛えることも必要であるっていうことを入れてるんですよね。だから、それこそ何て言うか、経営としてどういうふうにやっていけばいいとか、自分の能力をどのように活かしたらいいとかって、まあそういうのは、人生を良くしていくのに、コーチングという手法を通してね、まあいくらでもそういうことはあると思うけど、まあその土台を支えるものとしてやっぱりフィジカルとさ、体とさ、まあそれを支え、こうずっと維持するための健康みたいな、あ、川さんおはようございます。ずっと維持するための健康に注意が向かなくなっちゃってたら、結局長続きしないんで、年齢重ねたら、その、ね、体力落ちるのは当たり前でしょうではなくて、ちゃんと、ごくごく普通のね、そのプロアスリートのガンガンやるトレーニングとかじゃなくてさ、ごくごく朝ちょっとこれやるだけで、
体力年齢こんな下がるんだよっていうのを、まあ、ゆかさんご自身でちゃんと実証した上で、だからそれも大事だし、みんなもできるし、一緒にやりませんかを、まあ、コーチングを通してね、お伝えてるのが、まあ、ゆかさんなんですよね。まあ、だからそういう話をちょっと昨日、割となんか熱くなっちゃって、僕のね、介護、要介護の人口が800万人超えてるとかっていう、とてつもない社会問題とか、まあ、本当はさ、あるのはあるんだけど、もうでかすぎてちょっと目を背けてしまうんですよ、僕は正直ね。で、逆にその介護人材は、全然増えないし、給与が低いんで、待遇が悪いんでとかっていうので、まあ、いろんなもん、もう個別に問題上げ出せたら、もう、キリがないんですけど、なんかもう、本当大変だし、自分もこう無関係じゃないし、いずれ当事者っていうことも考えたら、目背けちゃいけないんだけど、もう、なんていうか、どうしたらいいか分かんなすぎて、目背けちゃうんだけど、でも、一つの、こう、小さな答えかもしれないけど、まあ、ゆかさんのように生きるっていうのは、すげえ、なんていうか、いいロールモデルだし、可能だっていうことが実証されてるわけなんで、絶対こう、なんていうか、これから5年、10年経てば経つほど、こう、ゆかさんのような生き方っていうのは、価値が高くなっていくなと、本当に思ってるんですよね、僕はね。なんで、まあ、サロンメンバーだから応援してるっていうのももちろんありますけど、本当に人生の先輩として、まあ、ゆかさんほどね、こうあれたら素敵だよねって思う人、そう、なかなかいないよ、これはね。それぐらいのつもりで、割と本気で話したんですよ、昨日のね、会合を。要介護者800万人が、こう、いずれ10年経ったらもう1000万人超えちゃうみたいなさ、もうこれ確定しちゃってるからね。そこまでバカでかい問題に対して、まあ、いろんな取り組みはされてるんですけど、一方でじゃあ、まあ、自分の手が届くような範囲での、自分のできることみたいな話でいくと、まあ、はたと何も思いつかないみたいな感じに、誰だってなるじゃないですか。だけどね、あったなと。ゆかさん見りゃいいなと。ゆかさんを見るだけでいい。っていうね。ゆかさんおはようございます。ゆかさんの、はしゃいで、生きてる様を見ていさえすれば、これは自分にできることですよね。そうすれば、そのバカでかい社会問題に対して、少なからずいい影響をもたらせると。まあ、本当に思ったんだよ、僕はね。いや、見てるだけじゃなくて、できたら応援したらいいと思うんですよね。いいね押すだけですから。シェア一回するだけですから。それで、バカでかい社会問題に小さな1たす1できるんだったら、いや、なんか目を背けてる自分からは少なくとも卒業できるなって思うんですよね、僕はね。まあ、そんなことを、こう、ちょっと、なんていうか、久々に、こう、ちょっと熱くなっちゃいまして、そんな話をしてたらですね、ゆかさんの心と体のメルマガっていう、無料登録できるメルマガがあるんですけど、でね、まあ、サロンメンバーの皆さん、結構読んでるっていう、周平さんとか友人さんね、みんな読んでるっていうね、メルマガがあるんですが、そちらでですね、ゆかさんが、取り上げていただいてですね、恐縮にも。ありがとうございます。この場を借りてね、またアンサー動画のようになっちゃってますけども。いや、でも、なんかこれ正しいなと思ったんですよ。このサロン、まあ、いろんな機能が、こう、この1年で、まあ、ある種、こう、ちょっと備わってきたなと思うんですけど、まあ、メンバー間の、こう、少ないけど、なんていうか、お互い応援し合うことに対してはさ、こう、安心して確約できてるみたいな、まあ、関係性の濃さっていうのが、まあ、そこが、すごい、ね、先日のオフ会でもよく出ていたと思うし、その良さからしたら、やっぱり、ね、ゆかさんの、メルマガをこう、メンバーさんがこう、お互い登録してるみたいな関係って、本当に
素晴らしいじゃないですか。で、それ見てるから、やっぱり応援してほしいところで応援するっていう、なんかこう、あうんの呼吸がちゃんと合うんだと思うんだよね。で、その後、なんていうか、本当に小さな影響力で、ちょっとたわいもない応援をちょっとしただけなんだけど、1往復、2往復、3往復ってちょっとやっただけで、結構増幅するもんなんですね、影響力ってね。で、これの往復ができるような関係性になるっていうのは、このサロンメンバーのこう目指すところではあるかな。まあ、せっかくこうお互い安心して自分の発信をできるっていう場をになってきてるっていうことは、今度は、まあ、その発信に対して、まあ、その人なりにこう一人一人こう、こういうふうに成長したいとか、こういう未来も考えて今これを積み立ててますみたいな、みんなそれぞれ志があったりとかっていうのを共有してるのは、なんていうか、自分の頭の整理でもあるけど、やっぱり一人でも、なんていうか、理解してくれて、サポートしてくれて、実際の応援に手を貸してくれるみたいな人が一人いるだけで、全然こう、足取りの軽さが変わってくるよねっていう、そういうことだと思うんですよね。なんかこのサロンの中で、わざわざ、自分の、なんていうか考えてることを記事にして、自分がな、誰、その他のメンバーに何かをこう提供するみたいなことをお互いやり合ってるわけですけど、で、これは今度その中だけに閉じずに、ゆかさんのさ、メルマガみたいにもっと他のクライアントさんとかにたくさんの人にこう届けてるようなところで取り上げてもらって、このサロンの中でこんなことがあって、こんな風に話してくれたとか、まあ、そういうことがあると、こう他のね、全然このサロンと関係のない人たちにも、いや確かにねって、こうこのサロンで考えてたようなことが、外側に出てって広がるわけじゃないですか。しかもすごく健康的に広がると思うんですよね。なんか、文脈切り取って断片的にとかじゃなくて、やっぱり普段ゆかさんと触れて、ゆかさんのことをすごく理解してる人に伝わるわけじゃないですか。そうするとあんまりその曲解もないでしょうし、誤解もないでしょうし、切り取り感もないしね。すごく問題をこう、うまく共有するには、健全なステップっていうか、その自分、メンバーそれぞれの持ってる発信媒体とか、自分の、無理のない影響力の範囲の中で、研究所の中で内部でこうちょっと積み上げたり温めたりしたようなことをちょっと外側で共有して、でそれまた持ち帰ってのこの往復が起こると、これがね、その研究過程っていうか科学が進化するっていうプロセスとね、ほぼ同じなんですよね。これなんか知恵がちゃんと精度が高まって、より確からしいものになっていったり、現実にちゃんと適用できるようなものになっていくっていうプロセスって、まあ、本当地道なんだけど、でも要するになんか一気に影響力をこう広げてバズるみたいなことよりも、本当に身近で深く話して深く理解し合ってる人同士がちょっとずつ外側に持っていくっていう。で、それをまた持ってってまたちょっと持ち帰ってみたいな、往復がちゃんとあるみたいなことが、本当に健全に行われてる時だけ科学的になるんですよね。本当にまあ科学をやってるっていうつもりはないんだけど、こういうことに関してはね。まあでもなんかそれはなんか積み上げの健全さっていうのはすごく重要で、昨日のゆかさんのメルマガでね、こう、まあ、僕が話したようなことをゆかさんなりにこう汲み取って、クライアントさんにもこうお伝えいただいたみたいな感じになると思うんですけど、これ本当に、なんていうか、本当こういうことやりたかったなとは思いましたよね。はい。ゆかさんありがとうございます。メールマガでね、あのように取り上げてくださって、本当に感謝です。はい。ということで、川明宏さんおはようございます。安部ゆきかさんおはようございます。ゆきかさんのね、
ちょっと久しぶりだったかな、記事投稿あって、まあ、もしこういうことだったらどうしますかというね、面白い問いだなと思いましたね。まあ、ちょっと詳しくはあれですけども、まあ、皆さんもこうなかなかの問い、まあ、久々にこう何て言うかな、分かれる見方、生き方がこう分かれる問いをこう見事に、だからあれね、問いってみんなの答えが一致しないような問いこそ俺はすごく良質だなと思うんですけど、見事だなと思いましたね。 ちゃんと分かれてたしね。あ、こちらこそです。感謝感激。ありがとうございます。いや、こちら本当にね、このお互いこちらこそです。お互い感謝感激ですって言い合える、純粋に言い合える、こう、発信の往復みたいな。まあ、お互い、こう、ちょっとずつ別なコミュニティで、ちょっとずつ別な人を相手にして、でも、その相手に対してはもう自分からは少なくともね、すごく信頼関係があるみたいなところで、まあ、ちょっと場所をずらして、話題を共有して、知見を共有して、課題に向かってこういうこと実際やってますよっていうね、生き方を共有してとかっていうのは、このサロンを、あ、診察行ってらっしゃいませ。研究所と名乗るにあたってね、そういうことをやってるところを本当に研究所って言うべきだなと俺は思ってて、だから昨日はちょっと感激しましたね、本当にね、メルマガで取り上げていただいたときに。いや、なんか、あ、俺の放送を紹介してくれたの嬉しさはもちろんあります。それはね、それはそれであるんですけど、じゃなくて、研究所にとして、こう、いい、流れの、こう、一端を垣間見たっていうか、研究所と名乗るからには、この往復があって然るべきだよねっていう、まあ、一つのあり方がこうちょっと見えたなーっていうね、なんかそんな感じですよね。何でしたっけ？どこに、俺何の途中でしたっけ今。阿部ゆきかさんの記事についてですけど、いい問いを立ててくださってありがとうございますの話でしたね。小山愛さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。林レッドスネークスのご紹介、冒頭してみたんですが、いかがでしょうか？ ちょっとね、すればするほど、もしうさんくさくなってしまっていたら、これはすみません、本当に。ただ悪気はねえです。俺、この人の紹介とか、誰かを押すっていうことをやると、大体ああいう感じになっちゃうね。なんか、うまくやろうとして、変に硬くなっちゃってるとか、そういうのとも違うんですけどね。なんか、ああいう感じになっちゃうんだよね。で、もうちょっと違うパターンあってもいいのかなって、俺、毎回思うんですけど、うさんくささをなくすっていう、押し方ないもんかなと思うんだけど、なんかあんな感じになっちゃう。っていうね。まあ、ただね、まあ、本心で、まっすぐ言うからああなるって言うんだったらもう変えないでおこうかなとも思ってますけどね。テレシークさんおはようございます。清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、善くん、寛くんおはようございます。善くん、寛くんは今日運動会なのかな、頑張ってください。あかねさん、どんまいです。そういう日はあるよ。いやー、なんかまあ、責めないで、そこは。いや、わかるけどね、自分を責めたくなる瞬間でありますよね。もうなんだよ、俺のバカみたいなね。やっちまったな、みたいな。そういう時ってあると思うんですけど、まあそこはね、許してやってよ。大変なのよ、お母さんも、あかりさんもね。まあそういうこともあるよ。打率10割ってわけにいかないんで、まあ、ミスはあります。でもね、ミスじゃないかもしれない。それが結果正しいってことになるかもしれない。何の慰めにもなってませんが。ただ
全 君とカン君、頑張ってください。はい。砂塚森忠さん、おはようございます。ということでね、今日も皆様、砂塚さんのインスタ拝みましたか？しっかりね。これはサロンメンバー全員にお願いしたいですね。拝んだ上で、毎朝をスタートしていただきたい。何を勝手に決めてるのかなというね、話ですけど。 まあ、おすすめですね、これはね、ただのね。はい、ということで、今日は皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。ゆかさん、ありがとうございます。友人さん、ありがとうございます。かおさん、ありがとうございます。じゃあねー。